You're listening to Shibuya Cross FM. アンジュレーブの天使な黄昏。3月15日金曜日、時刻は18時を回りました。皆さんこんばんは、アンジュレーブです。この番組は私たちアンジュレーブが金曜日の黄昏時を盛り上げるガールズトーク満載のラジオ番組です。まずはメンバーの自己紹介からいきましょう。はい、アリエルこと吉橋アリサです。はい、みずきょんこと西郷みずきです。はい、リカマルこと鈴木リカです。ポンちゃんこと小野夏実です。ユアモンこと水野ゆあです。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちら渋谷市ダックス1階のサテライトスタジオより50分間の生放送でお届けします。今回は私、水野ゆあが MC を担当します。イエイ。はい、さらに今日はですね、私が考えたコーナーなんかもあるので、ぜひ皆さんお楽しみに。まあそんな感じでですね、はい、みんな大丈夫？起きてる？なんかみんな今日テンション低くない？さっきからゆあちゃん台本に必死で一回も目合わんかったんよ。いや、そんなになっちゃう。やっぱさ、あのラジオこそアイコンタクトが大事。ごめんなさい、じゃあアイコンタクトしながら。めっちゃ見てたからゆあちゃん。ねえ、いいよ、頑張ってじゃあアイコンタクトゴンちゃんには多めにしながらやっていきたいと思います。はい、スタジオの様子は渋谷クロス FM のホームページから動画で生配信されています。パソコンやスマホからもぜひお楽しみください。はい、そして地上波のラジオでも聞くことができます。周波数 88.5MHz に合わせてお楽しみください。番組ではあなたからのメールを大募集。ふつおたのほか、アンジェレメンバーに言ってほしいセリフを書いて送ってください。どんな雰囲気でセリフを言えばいいか設定も考えて書いてもらえると嬉しいです。後ほど番組のコーナーで紹介します。メールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp。 クロスの綴りは S を2つ重ねてください。タイトルにアンジュレと書いてラジオネームも忘れずにお願いします。それではここでアンジュレーブの曲をお聴きください。アンジュレーブでフリーキーロックパーティー。 Come on everybody, it's a showtimeエブリバディ、ショーミー、ショーミー、ユアフェイス。
レディー目が合う勇気を出してレッツやら見せつけてあげよう。ここは最高のステージだ。実はでグイグイな Take your chance さらけ出そうよ。 Take your chance 本物のままに歌い踊れば君はスーパースターだから。 Oh, wanna be alright, keep it so cool, everybody freak show. Oh, wanna be alright, keep it so cool, everybody freak show. Oh, wanna be alright, keep it so cool, everybody freak show. そんな曖昧な気持ちなんでさ、全身全霊拍手喝采、It's showtime。しているアンジュレーブの天使な黄昏、お聴きいただいた曲はアンジュレーブでフリーキーロックパーティーでした。さてここからはアンジュレの近況についておしゃべりしていきます。さあまず近況ということで、本当につい最近ね、アリエちゃんのバースデーライブがあったと思うんですけれども、ね、はい、はい、ご本人どうでしたか？楽しかったです、ね、何子供か幼稚園児の答えみたいなさ、もっとないの？あのね、うん、当日だったから。そうだね、なんかさ、うん、当日だとさ、すごいさ、ツイッターとかもさ、風船飛んでるしさ、うん、それにプラスでライブだったから、うん、なんかめっちゃすごいハッピーハッピーって感じだった、うん、ハッピージャムジャム最高踊ろうよ、やった2ということで、そうそう、うん、楽しかった。あの、しまじろうのさ、ハッピージャムジャムを、はい、踊ったんだよね。そうですね、楽しかった。楽しかったです。なんか最高に、あの、噂によると最後みずきさんが一番ノリノリで、ね、はしゃいでたという、うん、ことなんですけど、めちゃめちゃ、まあのね、それでね、チラッと見たらすごいキレのあるターンをすごかったね、そう、繰り広げてて、ね、思った。あのアンジュレーズの既存曲よりもすごいキレがあってやばいね。そ う, やばい、そういう系やりたいってこと今後、うん、ちょっとやっていこうかな、バックダンサーとかなん曲が好きだったからキレキレだった。いや、なんかマイク持たなくていいって考えて、なんでだ体が動き出しちゃってだってさ、私とミズピョンと2人がバックダンサーだったんだけど、うん、なんか隣を、あの、その両サイドのミズピョン見たら、うん、ありえないぐらいすごい、うん、ハキハキ踊ってて楽しそうに。めっちゃ踊ってたよね。私負けられないって思って、何日か前まで踊れてなかったのにね。そうそう、イアちゃんはもともとしまじろう踊れてたんだよね、確か。そう、てかなんか曲知っててちょっと動画とか見てたから、うん、なんか曲すらあんま知らなくて、うん、でアリーちゃんにめっちゃ一生懸命教えてもらって、うん、なんか当日踊ったらめちゃめちゃ踊っちゃって、うん、ごめんね、アリエルの後ろで。いいよ、いいよ、いいよ楽しかったです、すごい楽しそうだった、うん、楽しかったね、うん、暑かったね、でもね。
そうだね、あの子そこいや、すごい暑かったなって思いなんかでも後ろにアリエルいっぱいいたじゃん。え、そう、後ろの壁に私のなんかポスターみたいのいっぱい貼ってくださってて、うん、すごかったね。うん、衣装めっちゃ可愛かった。本当に可愛かった。なんかめちゃめちゃ好評だった。可愛かった。ツイッターとかでも。ステージ映えとかするし。使えないよ、1年に1回あれ。どうするの？あれ？じゃあみんな分も作ってみんなで。あ、いや、本当お願いします。みんなで着よ。いやでもみんなも多分着てほしいと思う、あの可愛い衣装。可愛いよね。なんかさ、可愛い？衣装、生誕衣装っていつもさ、自分たちでここでこういうの着たくて、ここもこうでって細かいとこまで指定するじゃん、うん、だからさ、一度でいいからグループの衣装をみんなで意見出し合ってさ、作ってみたくない？ね、めっちゃいいのできそうだね。そう、めっちゃ目輝いてるリカちゃん。確かにキラキラしてる。本当だ。なんかもしかしたら、なんかね、なんか自分たちも多分そのいつもは衣装さんがデザイン考えてくれて、うん、それに大人の方たちがまあいろいろ意見言って作ってもらってるんですけど、うん、そうじゃなくて自分たちでなんか考えたい衣装ももしかしたら受けるかもしれないじゃん。いや絶対受けるよ。やる気満々や。絶対受けるよ。だってアイドル大好きじゃんみんな。でもさ、うん、夏に去年の夏にさ、みずぴょんがデザインした夏衣装は女の子から大人気だったね。大人気だったよね。今でも着てほしいって言われるよ、ね、みんちゃん。着たいよね、着ないもんね、今ね。みんなアイドル大好きだから、アイドル分かりきってるから絶対受けると思う。だからね、そういうのやらせてほしいんですよ。いいよ。お願いします。聞こえてますか、事務所の方。もうやろう。そうね、やりたいです。みずきから OK 出たから発信していこう、うん、やりたいっつって。やりたいの、ね、やりますって言ったらやるんじゃない。やります。高いって次の衣装が衣装さんが作ったってなってたら、みんな察してね、うん、あ、そうだね、そこは察してね。お願いします。そこはね、まあ、楽しみに、ね、やってみたいね、そういうの。やりたい、っていう感じで、はい、そう、あとはアンジュレイブ5周年ライブが開催決定しました。やったー、ね、5周年だって。渋谷、そう、渋谷ストリームホールなんだけど、ここだ、うん、ね、めっちゃ新しい会場だもん。どうだい、その初期面リカちゃんとして5周年ライブ5って、だってキリがいいじゃん。ね、キリいいね、うん、キリいいんだけど、うん、なんか最初ないかと思ってて、正直、うん、ね、ないかと思った。なんかその5月18日って正直めっちゃ遅いんですよ、うん、4月6日なんで、ね、5周年が去年早かったもん、ね、だからなんかもうないんかなって思ってて、うん、思ってたよね。思ってた、うん、でさ、しかもなんか5周年っていうかさ、周年ライブももちろんなんかアンジェルの周年を大事にしてるってもあるけど、なんか1年に1回なんかグループでできる単独公演とか、なんか生誕はなんかその子がメインって感じじゃん、うん、そうじゃなくてなんかみんなでできるワンマンの一つでもあるから、うんうん、普通に楽しみにしてたから今年ないんかなと思ってめっちゃちょっと落ち込んでたけど、うんうん、一応あったね。あってよかったか、よかったって。結構人入る会場、そうだね、大きいよね、うん、ストリームホール4周年はキネマだったから、そうそう、うん、もっと入る。そうだね、調べたら700ぐらいキャップアップ入れ、うん、すごいね、って書いてあった。1回対バンで出演させてもらったけど、うん、すごいいいところだった ね、うん、ね、広かった、普通に楽しみ、ね、いっぱい皆さん来てほしいと思いますので、ね、ぜひ遊びに来てください。待ってます。しております。そしてあの仕事なんですけれども、私あの最近インスタを始めまして。あらら、え、待って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 、把握してなかった。最近じゃなくない？つい最近始めたよ。え、そうなんだ、うん、インスタ始めたの。ゴンちゃんだけではやってないの。そうですね、そう、見る用のアカウントしかないです。そんなこと言ったらみんな探られるで。みんなに探られる。探っちゃうよ。そう、でもなんか今まであのインスタっておしゃれな人しかやんないって思ってたのね、うん、結構そう、そういうおしゃれに撮って載せる人しかって思ってたんだけど、でも始めてみたらなんか食べ物を載せるのがすごい楽しくて、なんか私食べ物とか結構食べに行ったりおしゃれなのとか好きだから、そう、なんかすごいちゃんと分かりやすく写真に残るから、これから更新していこうかなと思った。いいね。じゃあみんなが、メンバーが興味なさそうなので、このここまでにしたいと思います。興味あるよ、興味あるよ。うそやん、今めっちゃみんな違う方向いてたよ。じゃあちょっとね、メールも来てるかな、1個ぐらい読んでみようかな、ここで。はい、メールチェック。じゃあなんかゴンちゃん、これパッと読んで。はい、ラジオネームちょっとさんからのちょっとお便りです。ありがとうございます。アンジュレの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近袴を着た方をたくさん見かけて、卒業シーズンかと自分の卒業式のことを思い出します。はい、大学の部活の恒例で、卒業式は胴上げされた後、真冬の噴水に投げ込まれるのですが、寒い。
もちろん僕も噴水に投げ込まれずぶ濡れになりながら卒業証書を受け取りました。アンジュレの皆さんは卒業式の思い出はありますかとのことで、何かありますか？思い出、ああ思い出した。本当？いや卒業式誕生日だったの。え、高校の時。すごい。そう、確かにありえるね。高校の時に卒業式が誕生日でなんか、うんうん、お祝いお祝いみたいになって、うん、なんかどっちものお祝いが1個になっちゃってすごい嫌だったっていう、ね、あ、なんかさ、大きな行事ごとと誕生日一緒にやるとさ流されるからね。すごい嫌だった。だってどっちもバラバラだったらさ、うん、誕生日だからご飯食べ行こう、卒業したからご飯食べ行こうってなるけどさ、一緒だとさ、うん、確かに一緒にされちゃうじゃん、うん、親とかに、うん、卒業式ってそんなお祝いしてもらえるやつだったっけ、親とかに。確かに、あんま、あんまお祝いされないよね。そう、なんかご飯食べに行ったりとか、ご飯食べに行く、おめでとうみたいなのはあったかな。家庭によって違うね。家庭の格差見えたよ今。そんな深刻な話そっか、私なんか、卒業式っていうのも進路決まった時のがなんかお母さんとおめでとう、ね、あー、わかる、確かに進路とか、卒業式、卒業式はなんかもう、うん、クラスなんかさ、今までさ、なんか特に高校だけどさ、当たり前に学生してたじゃん。そうね。でもそっからさ、もう例えばなんかこう毎日会う友達とか、例えばもう二度と会わないかもしれないっていう子がいるやん。あー、もういるね、絶対。だからなんか高校の時は特になんか、あー、もう二度と会ったりとかすることないんだなっていう子とかいるなって思いながら。なんか寂しいよね。なんか私山口だから絶対みんな大学行く人は出るのね。あ、だから本当に東京とかの人よりももう会えなくなる。あ、なんかそうか、バラバラに行っちゃうから。そうだよね。そう、寂しいの、うん、寂しかったかな。そうですよね。あまり覚えてないのよ。へ6年以上前だよね。確かに。でも私は大学に行ってるから1年前に卒業式をもう一回味わってる。あ、そっか、そうだそうだそうだ、そうなんです。袴着たんですけど、あ、そうだ、着てたね。そう、持ってなくて、うん、で、買いたくなかったから、うん、リカちゃんが貸してくれたの。そうだ、可愛かった、ピンクの、うん、可愛かった、いいね。髪飾りとかも全部貸してくれて。そう、私ね、その大学生、大学3ヶ月だけ通ったんですよ。うんうんうん、そう、なんかそれで大学になんか行きたかった理由の一つに卒業式に袴を着たくて。可愛いかよ。袴をどうしても着たかったの。着たいよね。うん、でも大学を、まあ、ちょっとアイドル優先にして辞めちゃったから、そう、ね、うんうん、そうだから、その時期にちょうど撮影会があって、うんうんうん、あ、みんなにそう記念として撮影会で撮ってもらおうと思って。大好評だったよね。そう、すごく可愛かった。すごいチェキがいっぱい、そう、いっぱいチェキ出た。大好評。そう、だからそれでちょっと買ったんですけど、うん、この本当のリアルに着てもらえると思ってなかったから。よかった、すごいいい写真だったね。袴、和装はね、袴いいよね。いや、女の子の袴めっちゃ可愛くない？来たことない？成人式すら行ってない。え、そうなんだ。成人式はもう普通にライブがあったから。そうだよ、ね、じゃあアンジュレで着ようよ、ね、和装でなんか写真の、ね、和装とかそんなしたことない。浴衣とかしかないもんね。着物ちゃんとしたの着た。また予算がかかりそうで。でも最近よくやってない？ AJ、うん、あ、確かに。でもさ、もうちょっと待ってもさ、桜咲くよ、うん、あ、じゃあやろっか、やろっか。やろっか、無意識みたいに言っちゃうわ。やります、やります。じゃあ、了解、春にはやります。はい、はい、分かんないけど、またやるけど。みんな喜ぶね。みんな喜ぶね。のんちゃん初着物。そうね。はい、そんな感じで以上アンジュレの近況についてお届けしました。はい、はい、続いては私、水野優愛が考えた企画その1、アンジュレメンバーのトークスキルを試すコーナーです。題して、広げてアンジュレーブ。はい、おしゃべり好きなアンジュレメンバーなら、たとえどんなトークテーマだとしてもきっちり盛り上がれるはず。そこで、なんてことないテーマをメンバーみんなで広げてトークするコーナーに挑戦します。だってさ、一回喋るとすごいみんな長くなるぐらいにはおしゃべり好きじゃん。ね、すっごいしょうもないことで盛り上がってる。そうなの、そのね、しょうもないことで盛り上がるのがこれなのよ。はい、例えば、本当になんてことないテーマだけを与えられて、そこからどれくらい広げられるか。いつも通りでいいわけだ。そうそうそう、みんなはそんなに変に固く考えずに、はい、いつも通りの感じで、はい、まあ、はい、広げていければ、はい、エンドがありますんで。はい、じゃあトークテーマはゆあちゃんが考えたの？あのね、いっぱいね、あるんだ、ここにトークテーマ案が。ゆあちゃんが考えたの？うんうん、ご用意していただきました。あ、そうなの。はい、なのでですね、ちょっとここで誰かに好きな数字を1から5まで選んでもらって。3。わかった。きっと。じゃあまず1個目のテーマは、ドドン、消しゴム。え、いや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 。さあ、皆さん消しゴムについてトークしていきましょう。
消しゴムなんてもう5、6年触ってないよ。だからあんま使わないよね、今みんな。使わなくない？だって鉛筆とかでさえ使うんでしょ、うん、消しゴムといえば、うん、もう昨日、もうマジでリアルタイムで、テレビで見たんやけど、うん、今めっちゃすごい消しゴムがあって何なんて角消しじゃない、角消しとかじゃない、そうなの、古い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 角消しで、角消しで止まってるよ、いつでも角が、そうそうそう角消し古い。なんかこの消しゴムが黒いんやけど、その消しゴムの中に成分として鉄が含まれてるの、うん、で、その消しゴムのケースの裏が磁石になってて、消しゴム残すってどうしてもさ、散らばれくっつくの？そう、くっついて掃除ができて、パッて捨てれる、めっちゃ便利な消しゴムが練り消しじゃん。あ、で練り消し作ったよね、消しカスね、練り消し古っ作ったよね、うちらそんくらい止まってんだよ。そう、あとなんかすごい練り消しができやすい消しゴムみたいなのが売ってて、もう何こすった瞬間練り消しになるやつ。誰かさ、子供チャレンジやってた人いない？やってたけど覚えてた。なんか子供チャレンジでさ、シール集める、赤ペン先生に送ってさ、それに対してシール送られてくるのね、赤ペン先生に出すと。そのシールを貯めるとプレゼントがもらえるんだけど、そうだった、コロコロコロするやつでしょ。何何何、あの、消しカスクリーナーとか、あーあーあーブルドーザーみたいな、ポイント数でさ、選べるんだよね。あれとかめっちゃ欲しくてさ、すごい、消しゴム結構盛り上がるじゃん。そうだよ、そういう風にやっていこうのコーナーだからね。じゃあ次行ってみますかね、はい、じゃあ誰か数字言いたい人言って。5ね、全部水木適当に答え。次のテーマは石。石石石といえばもうゆあちゃんや。ねすごい適当なこと言うじゃん。そうですよ、私といえば石みたいなところあるからね。石頭石頭が頑固ということで。石頭そうそう、まあでも本当にね、昔よくね、頭ぶつけてもね、まあそんなに痛いなって思わない、本当に石頭だったんだけど。そう、丈夫そうだよね。でもちっちゃいよね、頭。ありがとう。でもなんか、そういえばね、なんか石を、例えば学校から帰るときに学校で1個石を見つけて、それを家まで蹴って帰るっていう遊びしてた、はい、したしました。だよね、絶対するよね。それをね、久しぶりに、ね、昨日同じことをしてる小学生見たの。すごいさ、アリエちゃんがドン引きの顔してるから、なんで遠くでできなかった。どういうこと？あ、帰るだけで石、学校が遠すぎて4キロあったの、学校。毎日歩いてたの？砂漠並みじゃん。え、歩いたら何分ぐらいかかるの？めっちゃ遠いよ、1時間以上かかる。小学校頑張ったね。歩くの？危なくない？歩いた。え、ママがさ、送り迎えじゃないの？車で。やばいやろ。私もう途中挫折して1週間の半分ぐらいは車だった。小学校でそんなのあるんだ。そう、近くなかったの？あのね、小中高隣じゃん、うん、間なの、うち。あ、こっち行ってもこっち行っても同じぐらいの距離で。あ、確かに。じゃあ石蹴った経験はない？蹴っても途中でなくなっちゃう、あれみたいな。なくなっちゃう。、うん、でもなんかすごい、いつもの倍以上の時間かけて蹴って帰ってる。すごい、わかる。ランドセルしょいながらね。そうそうそう、なんか知んないけどやってた、うん、やったわ、うん、マジ、うん、意外だね、この二人がやるの、うん、なんかゴンちゃんとかミズキとかやってそうじゃん、なんか。いや、この二人やってなさそうだよ。私小学生で千葉のど田舎で過ごしてるから。あ、そうなんだ。そうだよ、そうそうそう、あのモノレールで、モノレール、え、千葉のモノレール知らん？知らん、知らん。本当？モノレールって何？え？なんだっけ？こうやってね、チューブラリンで、ズーンなんて言うの？ゆりかもめ？あ、そう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 。でもね、ゆりかもめはさ、下あるよね。下なの。あ、そうだよね。でも千葉のあのモノレールは上から、あの、え、チューブラリンなの？チューブラリンなの。すごい。あれか。こんな感じになんないの？そう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 、こんななんないの？なんないの？ちゃんと、ちゃんと動くんだけど、うん、でも吊らされてるの。ビーランドのやつかと思って。へ、そうか。あれはまた別じゃん。ゴンドラ。あれは何？あれゴンドラか。ヘリコプターじゃなくて、うん、乗ってほしい、みんなに。石は？石じゃない。石じゃない。石は？まあ、石からモノレールまで広げられるよっていうことだからね、これ。そうだね。広げていこうのコーナーだから。そうだね。じゃあ、あと1個ぐらい行こうかな。じゃあ、そんなリカちゃん、番号言ってください。1。もう1はうまい棒です。あ、大好き大好き。納豆、あれ、納豆美味しいよね。納豆しか食べない。あれ、最初食べた時感動しなかった？ネバネバだよね。そうそう、ちゃんとネバネバしてる。あとちょっとからしの、わかるわかる、わかる。え、うまい棒食べたくなった。これ何味がみんな好きなの？ゴンちゃんは納豆だとして、はい、プレミアムうまい棒の明太子、うん、ああ、美味しいよね。プレミアムなのあるの？あるの。プレミアムなの？高いんだよ。そうなんだ。でもさ、味がめっちゃ濃くてさ、最高だよね。本当に美味しい。そんなのあるんや。美味しいよ。え、味はさ、いいとしてさ、どうやって食べる派？
うまい棒あのさ、そうそう、崩す派か、そのままいっちゃう派か。あーでも両方やっちゃうな。そのままいっちゃうな。割らないよ、そのままボリボリ食べる、うん、あ、食べそうなんで割るの？なんか食べやすい、食べやすいからってこと？なんかさ、割らないとさ、うん、なんか歯にくっつく。そうそう、も変わんないよ。変わるよね、全然。そうなの？割った方が食べやすい。割ったら意外と縦に割れちゃうね、うん、こういう細なのか。そうそうそう、食べやすいんだよ。やってみて。わかった、とりあえずやってみるよ。うまいもん食べる機会あんまないよね。え、でもさ、よくさ、楽屋のさ、ケータリングに置いてある。あ、確かに。あ、取らないけど。うまい棒が駄菓子屋さんにさ、いろんな味がこう並んでるとこ行ったことある？うん、あるあるある。そこに行きたい、今。今行きたくなっちゃった。もううまい棒食べたくなっちゃった。え、うまい棒ってさ、うん、初代の味は何なの？え、わかんない。一番最初、確かにサラダとかチーズとかがよくある。あと、コンポタとか。コンポタ、コンポタ強い。強いね。そういうのいろいろあるよ。あんま食べない。ドラえもんのイメージ。あれはドラえもんで合ってるの？違うよ。あの、確かドラえもん。あ、ドラえもんだ。似てるけど、なんかね、パクリ書いた人が同じなんだっけ。キテレツくんみたいな感じだよね。すごいいろんな名前出しちゃった。錦糸町にあるよね、なんか大きい看板。錦糸町の。あ、でもね、あれはね、多分ドラえもんじゃないと思う。どうしよう、名前とかあるの？兄弟？え、ね、私知らん。知らないよ。あと、なんだろう、あの、穴が開いてるのがなんでか気になる。なんかそれさ、やってそうじゃない？なんか番組とかでそういうの。やっぱサクってなるからじゃない？おお、なるほど、ね。あ、でもそれあるかもしれない。ぎっしり詰まってたらさ、うんってなるやん。うんって。うんって。量多いかもね、あの量が。気に下げたと思った。あー、それもあるね。うん、つまんねうまい棒、うまい棒は広げようと思ったけど、うまい棒でしか終わらなかったね。てか全部つまんねー。ねえ。すごい白、なんなの？そんな感じでね、まあ、はい、まあ盛り上がったということで、またね、このコーナーもちょっと続きもいろいろやってみたいなと思いました。ということで、以上、広げてアンジュレイブでした。それではここで1曲お聴きください。アンジュレイブで、エンジェルサイン。私は元気だよ。降り積もる雪を白く白く塗り替えて、時計の針を動き出して、好きです、強がりも。
生放送でお送りしているアンジュレイブの天使な黄昏、お聴きいただいた曲はアンジュレイブでエンジェルサインでした。続いては私水野優愛が考えた企画その2、題してアンジュレセリフメーカー、イエーイ。アンジュレメンバーに言ってほしいはいとか言っちゃったよ。アンジュレメンバーに言ってほしいセリフをメールで募集してメンバーが心を込めて披露するコーナーです。はいはい、みんな準備はいいかい？はい。え、本当にゆあちゃんがさっきから企画考えてるのこれ？うん、考えた。本当か？本当！本当か？本当だよ。じゃあやろう。うんとね、メールを募集したらね、ちょっといくつか来てたんだけど、ちょっとね、時間あるだけやりたいと思うので今からでもいいので、なんかメンバーに言ってほしいセリフとかあったら。いや、ないでしょ。でもね、1個ないよね。これ、いいの来てますよ。あるの？あれね、言ってほしい。うん、これね、最後は水木さん指定である。指定？怒ってる。そんなに怒ってる。怒ってる怒ってる怒ってる水木が。ラジオネーム、マイボーさん。マイボーさん、はい、最後、水木さんに言ってほしいセリフです。はい、基本的に甘えた声でお願いします。甘え？かわいいってこれ。かわいい、かわいい。水木の甘えた声なんて聞いたことないよね。いけそう、いけそう。いきまーす。かわいいよ。恥ずかしい。やだやだ。それではどうぞ。ねえ、今日何の日か知ってる？え？知らないの？3月15日だから最後の日だよ。だから今日はずっと待って。ねえ、しかもさ、甘えた声っていうかふざけた声じゃない？今え？知ってる？今日は3月10日もうみんな私の聞いて、ちゃんと。分かった、ごめん。分かった。最後の日だから今日はずっと私の言うこと聞いてね。ハート、カン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 。そうだよ、最後の日だよ今日。知ってた、みんな。知らなかった。本当だね。そうだよ。何かいいことありますかね、いいこと。うん、まあいいことあるかもしれないね。じゃあなんか適当すぎない？何？じゃあみんな、みずぴょんの言うこと全部聞いてあげてね。聞いてね、ちゃんと。せっかく最後の日だからね。わかったように優しい日にしよう。そう、優しくしましょう。お願いします。もう終わりだけどね。最後さ、もうちょっと早く言っとけばよかった。お、じゃあ次、いきたいと思います。ラジオネーム、いのっちたいきさん。はい、メンバーに言ってほしいこと、3月の卒業シーズンなので、じゃあこれちょっと全員で言ってみようかな。一言なんですけど、全員で。そう、第二ボタンくれませんかっていう。全員で言ったら意味ないから。せーの。なんだよ。全員で言う。一人ずつ言って最後に全員で言おう。全員で言うのかな。そう、第二ボタンくれませんかっていうのをそれぞれに言ってほしいみたいなので、これはね、心を込めて。本当に、え、本当に高校生？違うよ、しかもイヤモン推しだもん。イヤモンが言った方がいいよ。イヤモン推しなの？あの、そうだけど、第二ボタンくれませんかってみんなに言ってほしいの。え、第二ボタンくれませんかって言ったことある？みんな。ない。ないよね。ない。思ったこともない。現実にいるのかな、言う人。ちぎるの、あれって。え、あれどうやってあげるんだよね。でもさ、第二ボタンってさ、あれじゃないの、あの、学ラン。あ、そう。あ、待って、待って、うちブレザーだもん。心臓に近いから。あ、そっか、今日か。今日ね、弟がね、卒業式なんだけどね。聞いてあげて。学ラン。おお。じゃあ女の子から。じゃあさ、お家帰ってさ、ボタン全部ついてたら察して何も聞かないであげて。分かった。今時いないよ、そんな人。いないか。聞こう。じゃあそんな感じで、第二ボタンくれませんかを、じゃあ普通にアリエル、ミズピョン、やばいよ、ドンちゃん、私。全員言う。もうその一言可愛くね、はい、ちょっとそれぞれの推しのために言ってあげてください。はい、じゃあどうぞ。第2ボタンくれませんか。第2ボタンください。いや、そう。第2ボタンちょうだい。第2ボタンちょうだい。第2ボタンくれませんか。第2ボタンくれませんか。何これ。やばい。なんか趣旨が違う。失笑してるよ、見てる人。待って待って、
ゆあちゃんだけでよかった。一番、ね、なんかめっちゃ乗り気あったやんの。やっぱゆあちゃん考えてるコーナーだけあるよ。うまい。いやもうちゃんと練習してきたんでしょ。これメールに練習とかないから、なんか前回みんなにさ、そういう風に言われたせいでさ、本当にその場で考えてきたやつもさ、めっちゃ練習してきたんでしょとか言うじゃん、うん、なんかまんざらでもなさそうに言ってたよ。もう大好きやんこのコーナー。本当は言いたいんやろ。じゃあ分かった、水野ゆあに言ってほしいセリフコーナーにしようこれから。でもなんかね、そんなにいっぱいは来てないんだよね。いいなぁ、変えよう、コーナー。水野ゆあに言ってもらいたい。いやちょっとでもさ、いろんな人とか全員で言えそうなやつが、やっぱうちら演技力ないんだよ多分。そう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 、演技力ちょっと喋ってて今メール探してるから。分かったよ。じゃあお題水野ゆあ ね、メール見るの大変なんだ、ちょっと喋ってて。分かったよ。ゆあちゃんについてどうぞ。ゴンちゃん、ちょっとやっぱさすがだなって思いましたね。これはもう第二ボタンもらったことがある人の言い方でしたね。あー、もらったことがある人、私がもらったってこと。うん、そうだよ、そうだよ。経験ありか。もらってないって。今ごめん、メールおー怖いよ。おー、マジで怖い。待って、でも、うちの中学は第二ボタンじゃなくて学校の校章だった。あー、そんなボタンあるんだ。もったいないあげちゃうんだ。でもね、うちの私が卒業した後、した後からピンが危ないってことになって、なんかワッペンになって、その伝統がなくなったんだけど、ね、今思い出した、私あげた、そういえば第二ボタンじゃなくてリボンあげた。あ、リボン、そういうのあった。なんか憧れの女の先輩はそういう、あ、そう、後輩にあげた、うん、え、誰からもくださいって言われなかった。え、部活やってた。やってた、やってた。え、そっか、やってて、言われ、そうだ、言われてる人もいた、リボンくださいって。なんかさ、あの後輩はリボンの種類がちょっと変わってて、自分たちの代が可愛かって、ね、あ、そうなんだ。そうで、その後輩たちは先輩に群がってそれをくださいって言って、それをつけるのがなんかステータスみたいな。私先輩からもらったみたいな。やっぱその学校によっていろいろあるよね。そうだ、自分がもらったんじゃなくてあげたわ、そういえば。確かに私も、うん、中学の時あげたわ、部活の後輩に。リボン、リボンじゃなくて、あの校章。校章、校章が学年によって色が違った。あ、そうなんだ、ね、だから先輩のをこの襟の裏につけるの。だから好きな子とかは好きな先輩にもらったやつを裏に違う色のやつ。やだー、青春、青春でしょ、青春かね。反応のババなんかさ、ね、反応のババ。年取ったから、やっぱ一個年取ったから。今最年少だからもっとフレッシュなやつやったよ。やっぱ一個年取ったからババな。嫌なのかと思ったら喜んだ。嫌なの。それ、あ、もうやりたい。なんだよ、こいや、もうダメ。ピロって見たら好きな人の交渉入ってんの。縫い付けだったもん。え、なんだ、名札、縫い付けだった。危ないからでしょ、うん、うちらもそうなったもん。ダサいやつ、縫い付けだった、うん、そうなんだ。ダサくなった、その後から。お、なんかいっぱいメール来ました。あった、ね、ちょっと待って、もうちょっと今読んで、読み、ちょっとめっちゃ言いやすいやつ選んどるやろ。違う違う違う、真剣だね。あ、真剣。佐々木梨花さんに来ました。イエーイ、もう誰だよ。はい、ラジオネーム卵かけご飯さん。佐々木梨花さんに行ってほしいです。これ可愛い、可愛い。 TKG 言って。こんなの求めてる？求められてるよ。言って言って。じゃあ言うよ。どうぞ。私のこと好き？本当？私はね、大好きだよ。いや今リカちゃん推しの人がもうね、うわーってなってるから。あのね、あのこの卵かけご飯さんがリカちゃんにガチ恋なんだなっていうことだけが分かる。でもさ、ゆあちゃん大好き、ゆあちゃんじゃないや、リカちゃん大好きだよさ、言い慣れてるよね、そういえば。そうだね、あの、いとしラブで言い慣れてるから、ね、セレブで言ってるから、うん、そうなのね、聞いたことあった。いやー、ほんとに。これさ、はい、行きましょう。ゆあもんに言ってほしいセリフ。KTN さんっていうのかな、ファミレスにて。ファミレス、今胃が痛いんだよな。あ、すいません、ナポリタンとカツカレーとエビピラフお願いします。これ何？誰が得するのこれ。滑ってる、滑ってる。ねえ、ヤーモンが考えた企画でしょ。ねえ、滑ってるよ。これは何？ヤーモンに何？ゆあちゃん、ゆあちゃんが滑っちゃったよ、今のメンバー。もうちょっとメンバーも温かい反応してくれてよくないって思うんだけど。多分さ、ゆあちゃんはもうあれなんだね、そういうキャラなんだね、ファンの人からも。もうないの、ないの、分かっちゃったね。胃が痛いって言いながら3つ頼む人いないよ。いやでもなんか実話かなって思っちゃった、これ。あ、今ファミレスだから胃が痛いってさ、なっても絶対食べられる人だから。うん、ゆあちゃんだってさ、お腹いっぱいって言って頼むもんね。それな、うん、それだん、それだん。え、でもさ、ゆあもさ、あのご飯食べてきたけど、うん、食べに行くっていう人さ、頑固に絶対食べに行かないっていう人あんない？確かに。なんか今日は食べてきたから絶対食べない。
食べない。でもね、うん、でもね、お腹いっぱいでもいつでも食べに行けるからね。自分と戦ってるの？そう、自分と戦ってる。食べれちゃうんだけど、いやでもやっぱりこんだけ食べ過ぎたらいけないよなっていう一応葛藤はあるの。あ、そういうことなんだ。一応葛藤的に、そのプロポーション的にとか、やっぱあのね、そう、食べ過ぎると食べただけ太る人だから。ちょっと待って、今なんでみずきが笑った？なんで笑った？なに今笑ったか？だってプロポーションな、プロ…気にしてるよ、だよ。食べたら食べただけ太るんだからね。いや、スタイルいいよ、別に。でもさ、スタイルいいや。別にさ、スタイルでいいじゃん、プロポーションっていう。プロポーション。プロポーション。そこや、そこかよ。表現の仕方ね。さあ、ここでアリエちゃんに来ました。ラジオネーム、はい、ターターさん、アリエルに言ってほしい一言、これも可愛くお願いします。なに？言って。分かった、頑張れ。言います。あ、ソファーでダメ人間になっちゃったから、あなたに一生お世話してほしいな。かわいいじゃん、これは。クソじゃん、クソ。ただの紐じゃないか。先日さ、あのダメになるソファーメンバーからプレゼントしたから。そうですね。そう、どうでした？やばい、本当にね、ダメになっちゃった。本当にダメになってる。お世話してほしい。こうなるじゃん。こうじゃ分からない。分かるよ。お尻はまるじゃん。お尻がね、いいところに抜けない。もうそこも手の届く範囲に全部物を置いて、そこで過ごしてる。いや、本当ダメ人間だよ、それ。今の本当にさ、別にありえるじゃん。本当だよね、もうお世話してくれって感じじゃん。言ってそう、分かってるね、ありえちゃんの。よく分かってるね。じゃあ今度お邪魔するね、みんなで。来てみんな、本当。誰も来たことないのにさ、家に送られてきてびっくりしたんだよ。ホラーだよね。なんで知ってんの、家みたいな。はい、まあそんな感じですね、はい、リスナーの皆さん、お便りありがとうございました。以上、アンジュレセリフ名鑑でした。ここで一曲お聴きください。アンジュレーブでいとしラブ。お送りしているアンジュレーブの天使の黄昏、お聴きいただいた曲はアンジュレーブで愛しラブでした。さて、あっという間の50分でしたが、今回の放送はいかがでしたか？楽しかったね。楽しかったね。じゃあまたやりましょう。はい、最後に私たちアンジュレーブからお知らせです。はい、まずですね、もう今月末に迫ってきましたが、3月29日から私たち沖縄遠征があります。あ、そうだ。イエーイ。いや、ほんと楽しみですな。楽しみ。去年も行かせていただいて、今年もめっちゃ楽しみ。沖縄楽しみですな。ねえ、そこさ、別に拾わんでええねん。楽しみですな。拾わんでええねん。皆さん、はい、沖縄来てくださる人、ぜひ一緒に楽しみましょう。そして5月の6日は東京キネマクラブにて、私、水野ゆわのバースデーライブがあります。おめでとう。今年もね、楽しくみんなに、ね、楽しんでもらえるような日にしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。そして5月の18日は渋谷ストリームホールで5周年ライブを行います。イエーイ。なんであれニヤニヤしてんの、本当に。ずっと見てた、ゆわちゃんのこと。そんなに好き？うん。もっとちゃんと言ってるね。頑張ってるゆあちゃんをずっと見てた。あ、分かった、ありがとう。
はい、5周年記念ライブ、本当に今決まってる中で一番大きいライブでもあると思いますので、ね、そうぜひそうこの日にいろいろね詰め込んで、まあいろいろこれから詳細とかみんなで考えていくと思うけど、ね、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。待ってます。お願いします。そしてこの生放送終了後にはメンバーとのチェキ撮影があります。やった。チェキ会をご参加されるお客様は番組終了後にクロス FM の中に入っていただくと番組スタッフが受付を行いますのでぜひご参加ください。はい、番組宛てのメールを募集します。番組への普通オーター、質問メールどしどし送ってください。メールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp。 クロスの綴りは S を2つ重ねてください。次回の MC は誰にしましょうね。あ、みんなすごい目指す。誰がいいの？最近やってない人誰？この間やった。先日、前回やったな、私は。じゃあ次は、アリエちゃん。お、私ですか？うん、私やろう。りょん、ちゃん。いいよ。じゃあということで、次回はアリエちゃんということで、皆さんまた楽しみにしていてください。イエイイエイ。はい。ちょっと読めるんじゃない？サクッと。なんか。なんかあったりする。なんかあるかな？何が出るかな？読むほど時間はない。もう次。4月だって。早いね。次は4月だって。観覧の人があったかくて、じゃあ、最後にリカちゃんこれだけ読んでもらっていいですか？読んでくださいって来てるのでちょっと一言だけお願いします。もう本当にジャズだね。はい、心を込めてどうぞ。はい、おい、そこのお前、焼きそばパン買ってこいよ。はい、ごめんなさい、買ってきます。ごめんなさい。みんなダメだ、リカちゃんに焼きそばをあげたら焼きそば嫌いなんだぞ。知らないね、リカちゃんのこと。焼きそばパン買ってこいなんて言うわけないだろ。確かに、焼きそばめっちゃ嫌いだよね。タピオカだろ、そこは。この卵かけご飯さんが、ド M なことは分かりました。ガチ恋とド M ってやばいじゃないか。私ね、自分のファンの人とプラス他のメンバーのファンの人で私の例に並んでくる人、みんなド M だから。あ、そうなの？リカちゃんに罵られたいっていう人が多いんだね。そう、ここら辺にもいるけど、みんなド M なの。みんな嬉しそうな顔してる。リカちゃんの顔がド S だからだけど。顔がかい。顔かい。大差、大差あるかもしれないね。はい、次回の放送は4月の19日金曜日を予定しています。はい、時間は同じく18時。次回もぜひ聞いてくださいね。本日のお相手はアンジュレイブでした。バイバイ。